皆さんこんにちは。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。本日はですね、いつもとちょっと視点を変えまして、人材としてのフィリピン人の性格についてというテーマでお話をしたいと思います。皆さんはフィリピン人というとどういうイメージをお持ちでしょうか？この動画をご覧の方は、おそらくすでにフィリピン人の方と何かしらかの接点のある方が多いのではないかと思います。勝手なイメージですが、リタイアをしてフィリピンにいらっしゃった方は、日本でのフィリピン人女性がいるお店での出会いであったり、フィリピンでももともとそういったお店で日本で働いたことがあり、ある程度日本語が話せる女性との出会いが多いのではないでしょうか。また以前私の動画にコメントしていただいた方の中には、フィリピン関連の仕事をしていて非常に優秀なフィリピン人と出会うことができ、さらにその人と友情を育み、今でもいい関係を保っていますという方もいらっしゃいます。私はフィリピンに来て累計8年が経っていますが、学生の身分、そして私はバイオリンを弾けるのでミュージシャンとしての身分、また日本語教師としての身分、そして以前前職で NGO で支援活動をしていたこともあるので、支援者としての身分、また同じく前職でビジネスをしていたこともあるので、ビジネスマンとしての身分で、フィリピン人のお客さんだったりですとか、ビジネスパートナーとしてのフィリピン人と、そういった様々な分野のフィリピン人の人と、接してきた経験があります。なので、今日はですね、そういった様々な分野の人たちと、出会ってきた上で、フィリピン人の人ってこういう性格あるんじゃないかというお話をしたいんですが、私はかつてからですね、海外いろいろ転々としてきたんですけども、何々人だからこうですというのは実はどちらかというと嫌いな方なんですよね。なぜかと言いますと、例えば私は日本人なので海外行ったら日本人は男尊女卑だとか、もう男がいつも上で女が下なんだろう、男尊女卑だって言われたこともありますし、AV のビデオが海外でも有名ですので、日本人男性はみんなエロいんだろうとか、そういうこともたまに言われたこともあったんですね。なので、そういうステレオタイプ的な見方っていうのはですね、実は好きではないんですよね。また逆にいろんな国で過ごしてきて、ちょっと旅行気分で来た人が、あ、この国の人はこうだっていうのも、あ、よくわかってないまま言ってるなって思うこともありますし、フィリピンに関してもそうですよね。フィリピン人だからこうだっていう、特に悪口ですよね。同じ国でもいい人悪い人いるじゃないですか。同じ日本人でも、礼儀正しい人もいればそうでない人もいたりだとか。というので、一概にこの国の人はこうだと、特に悪口を聞くというのは本当に好きではないんですよね。まあ、ただ、やはり文化的な違いで大きな違い、特に、まあ、いい面でですね、言うのはいいのかなと、思っていまして、例えば日本人の場合、やはりどうしても時間に、まあ、悪く言えば細かいですけども、時間にきっちりしてますよね。それは外国人からも言われます。日本人は、時間にしっかりしてると、言われますね。まあ、たまにちょっと、やっぱり日本人は、それが当たり前なのじゃなくて、世界から見ると、ちょっと、厳しい、細かすぎるのかなというのも感じたりもしますけど、まあ、物事を進めていく上、特に仕事の面では時間を守るというのは、いいことなので、逆に他の国の人からそれは見習いたいと言われたこともありますね。まあ、よく言われるのは、本当に日本人は礼儀正しいと。先ほど、皆がそうではないというお話もしましたけれども、まあ、総じて、一般的に日本人というのは、やはり他国の人から見ると、まあ、お辞儀をするっていう文化はやっぱりなかなかないですし、特に外国人が観光で日本に行くとね、お客様は神様ですということで、本当におもてなしをされるので、そういった面をやっぱ外国から見ると、日本人の人は礼儀正しいって見られるのかなと思います。まあそういったどちらかというと文化的な違いからという視点で、私がフィリピンで8年、暮らしてきて様々なフィリピン人と出会ってきた結果、フィリピン人は比較的こういうタイプが多いなというお話を今日はさせていただきたいと思います。まず、フィリピン人は明るいです。これは多くの人が本当に賛成してくれるのではないでしょうか。もちろん全員が全員 100% 明るいというわけではね、人間なんでないですけども、やっぱり一般的に見てフィリピン人の人は明るいと言ってもいいんじゃないかと思います。まあ、本当に歌と踊りが大好きでですね。まあ、これももちろん全員が全員じゃないですけど、本当に多くの人が大好きで、そういったタレントを活かしてですね、海外で活躍している人も多いですよね、フィリピン人の人は。まあ、具体的な例として、まあ、多くの日本人の人がフィリピンに来て驚いたっていう例があるんですけども、まあ、ショッピングモールに行くと、まあ、カラオケが売ってるコーナーがあるんですよね、カラオケ機が。で、そこだと、まあ、
結構な確率で店員さんが歌ってるんですよね。まあ、それもピンキリで上手だったり、あまりそうでなかったりする場合もあるんですけど、でももう構わずもう本当に熱唱してたりする場合もありますし、もう気持ちよく歌ってたりするっていうシーンが、まあ、私が今住んでるダバオでも、私はマニラでもそれ見たことあるんで、フィリピン全国で、ショッピングモール行くとそういう光景が見られると思うんですけども、これは日本人からしてみるとびっくりしますよね。本当に仕事中に楽しそうにカラオケして歌ってるとみんなそのように言いますよね。まあそれもですね、カラオケ機の実演販売なんでしょうけども、歌のレベルに関わらず必ずしもものすごく上手い人が歌ってるってわけではないので、まあ歌が好きなフィリピンの人が歌が好きなフィリピンの人に実演していると。そういったのがよく見かけられますね。だからそういうのを見たりして、まあこれは日本じゃまず見かけられない風景だなというのをよく思います。で、またに、それだけね、こちらの人が歌が好きなんだなぁと、はい、いつも思いますね。まあそうやった実演販売だけでなくて、フィリピン人の人が本当に歌を歌ってるっていうのは、街を歩いてても本当によく聞きますね。街だけでなく、職場でもたまに聞きますし、まあもちろん、ね、そういった、禁止されてる職場もあるとは思いますけれども、結構いろんな場面でですね、何か物を食べに、外に食べに行った時も結構な、頻度で、店員さんが歌ったりしてますよね。モールの中でも、こっちの人はみんな、特に欧米で流行る曲っていうのはみんな押さえてますんで、見事に歌いこなしてたりしますし、まあ、本当に歌が好きなんだなと、それがまあ明るさにつながってるっていうのもあるんじゃないかなと、悲しいことがあってもですね、歌で歌って吹き飛ばせるんじゃないかなといつもそのように思ってしまいます。また歌だけでなく、踊りについてもですね、毎年うちの学校に日本からですね、日本舞踊を教えに来てくださる先生がいらっしゃるんですけれども、その先生がおっしゃってたのが、本当にフィリピン人の学生さんは、日本を含めて他の国の生徒さんと比べて、飲み込みが早いと、上達も早いとおっしゃるんですよね。で、やっぱ普段からそういった踊りに慣れてるせいなんじゃないかなとおっしゃってましたけど、やっぱりそういったね、ちょっと音楽が流れたら踊ったりですとか、クリスマスパーティーが、1年の中での重要行事としてあるんですけども、やっぱりもう、ある程度済んだら、あとは音楽流してみんなで踊ろうとかそういったことになったりするんですよね。そういった面がやっぱり明るいっていうのにつながってるんじゃないかなと、はい、思っています。はい、それで日本のですね、介護関係の仕事をしている方から伺ったんですが、介護人材として日本で働くフィリピン人もやっぱり明るいと。そして積極的に利用者さんたちと関わってくれるから、とても人気がある、みんなから好かれてるんですよってお話を聞いたこともあります。こういった話を聞くと、ああ、やっぱりそうなんだなと思いますね。はい。明るいというのが第1点ですね。そして次に2点目ですけども、語学の才能がある。これも多くの方から耳にしますね。これも賛成してくれる人が多いのではないでしょうか。まあ、これも明るいということにつながるかもしれませんよね。明るくて、どんどん人と接するのが好きなんですって。やっぱ語学伸びる人っていうのはよく話す人ですから、喋りたい、コミュニケーションしたいという思いが、やっぱり語学の上達につながっているんじゃないかなとも思います。で、これはもう日本語だけでなくてですね、まあ、英語は国内で、フィリピン国内で触れる機会が多いですけども、私は以前、中国とか台湾にいたこともあるんですけども、やはりそこでも、フィリピン人の方に、出会うと、流暢に中国語を話してたりしてたので、あ、やっぱり語学得意なんだな、というのはその時から感じていました。まあ、これはですね、フィリピンの歴史上ですね、様々な国から統治をされてきて、そういった国が変わるごとに、その国の言語をですね、やらなくてはならないっていう影響も、あるんじゃないかなとも思います。今現在のフィリピンでは、かつてはスペイン語がですね、学校でも主流で本とかもスペイン語で書かれたりした時代もありましたけども、今やっぱり英語が主流ですよね。なので、まあ、母国語ではないですけれども、英語が得意なフィリピン人材が多く、それがコールセンターですとか、日本でも有名なオンラインの英語教師ですね。フィリピン人の先生が多いですよね。というのは日常的に英語が本当によく使われています。まあ、テレビをつけても英語の番組が多いですし、映画館に行ってもアメリカとほぼ同時のタイミングで同じ映画が上映されて、字幕なしでそれが上映されるんですよね。それをもう多くのフィリピン人の人が、まあ、今はコロナ禍なのでちょっと映画館は閉じてますけども、コロナ以前はですね、映画館に本当に、こっちの人も映画好きなので、よく映画を見に行っていました。そして教育も英語のみで教えられる教科っていうのもあったりするんですよね。あとは、まあ、フィリピンも、島によって言語が分かれたりするんですけども、母国語もしくは自分の所属している島で
習う言語、例えば私が住んでいるダボー市だったらビサヤ語なんですけれども、それで教えられる授業、そして英語で教えられる授業、そして国の標準語であるタガログ語で勉強する科目と、そういった科目によって分かれて教育を受けるというのもあるんですね。で、その、まあ、教育現場で英語だけで、習うと、まあ、時々現地語も混ざるでしょうけれども、特に大学とかに入りますと、本当に英語だけでっていうのも多いみたいですね。また、私以前、マニラの私立学校に留学生としていた時は、もう家庭の中でやっぱり英語しか話さないという家庭も、特に上流階級の人たちは、ありましたね。意識して、もうビジネスの世界はとにかく英語、フィリピン人同士でも英語だから、英語でやっていくと。まあ、テレビつけたらタガログ語でやってる番組もあるんで、タガログ語もわかるでしょうけど、やっぱり英語で普段からコミュニケーションしてるというフィリピン人同士のそういった会話もあったりすると、あ、この人は結構上流階級で、親の影響で家庭内でそうだったんだなっていうのを、はい、見かけたりもしました。そしてですね、裁判も英語で行われているんですね。これはもう記録を英語で残さなくてはならないので、もうみんなフィリピン語わかってるんですけれども、英語でやるんですよ。で、裁判官も、だから弁護士さんも検察側も、みんな英語で。で、英語が苦手だというフィリピンの方も結構、まあ、特に田舎の方とか、小さい頃教育を途中で辞めちゃった人ですとかは、やっぱり大学を卒業するぐらいじゃないとなかなか英語をちゃんと喋れるっていうレベルにはフィリピンでもさすがにはいかないんですね。まあある程度聞いて分かったり映画見てなんとなく分かったりはすると思うんですけども、そういった人が例えば原告とか被告になると、まあ弁護士からとかまたは検事からの質問が英語で言われて分かんない、もしくは分かるけど英語で答えられない場合は、同じフィリピン人同士の中で英語の通訳が入ったりするんですよね。これは私裁判で時々通訳で行ったりもするので、最初に本当に驚いたんですけども、その影響で、やっぱり裁判一つ一つがものすごく時間がさらにかかってるという現実もあったりもします。まあちょっと脇道にそれましたけども、まあ世界に出稼ぎに行けるフィリピン人の人が多いというのも、やはりこの語学の才能が秀でているというのが大きく影響していると思います。ということで、最初にお話しした明るい、そして2番目にお話しした語学が堪能。この2つがあれば、人を相手にする仕事であれば、世界中でやっぱり歓迎されますよね。なので、世界中でフィリピン人の方が活躍しているものと私は思っています。まあ、そういった性格、長所を生かして、適材適所で働くということがなされているのではないかなと思います。というわけで今日は、人材としてのフィリピン人の性格というテーマでお話をしました。もちろん個人差はありますし、この他にもですね、フィリピン人総じてなかなか嫉妬深いとか、また家族思いだとかそういった話もあるんですけども、今日は大きく2点、明るい、そして語学堪能という面でお話をしました。ちなみに私が住んでいるダバオの人はですね、フィリピンの中でも特にマニラと比べて、すれていない。だからいいんだというので、もうダバオからしか人を採用しない、人材を採用しないんだっておっしゃる人も結構ダバオにいると、そういった日本人のですね、方の声を耳にしたりもします。まあそう言われるとダバオに住んでる私としては嬉しいんですけどね。やっぱダバオはちょっとフィリピンの中でも、まあまだマニラみたいにですね、しっかり都会化していないというのもあるのか、本当にゆったりして、人もやっぱり私も住んでて、まあ治安がそもそもいいので、人もいいなっていうのを頻繁に感じています。というわけで私はですね、優秀なフィリピン人の方も本当に多く知っています。まあ、ぜひですね、今後少子高齢化が進み、外国人の労働者をさらに必要とする、日本を手助けしてくれるような人材がですね、もっと育ってほしいですね。私も微力ながら、それにですね、少しでも貢献していければと考えています。はい。私の動画ではこのようにフィリピンと、あと私が住んでいるダバオについての情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。